二人で配信するのめっちゃ昔以来、うん、あの、ね、一緒にショールームでカラオケ配信しました、うん、ショールームのカラオケ機能で、うん、したなんかメロンジュースとか歌った。あ、メロンジュースじゃないか、曲は覚えたらんけど、あの一つのイヤホンを二人でなんか青春みたいな感じのつけ方してやったよね。やった。コンビ名は地方級でいいの？うん、まあ、名前ないですね。うん、なんかコンビ名っていうコンビ名を考えたことはないけど、うん、うん、なんか気がついたら地方級って言ってるかも。うん、確かに。うん、地方級ほっこりするだって。抜け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 やだー。うぬきゅきゅんぬきゅんぬ、え、めっちゃ可愛くない？きゅんぬアイドルグループとかにありそう。あー、きゅんぬ。うん、マイキューの役はあったかいですか？うん、あったかいし、なんか手あったかかったよね今日。そうそう、なんかなんかマイキューそんな、あー今もあったかい。私今はあったかくない？なんかぬるいなんか言い方よぬるいね。そう、私が外だとめっちゃ手が寒くなっとって、でマイキューはあったかかった。なんか千穂さんと外歩くときのみ、うん、手をつなぐえ、他の人はとはつながないの？絶対つながない。え、そうなの？うん、なんか腕をちょっと組むのはたまにあるけど、うん、手をつなぐことはない。でも確かに私もマイキュー以外とは別につながんかも。ふーちゃんとつないだことなんてあるのかってくらいなんか手腕組んだりはするけど、うん、手つなぐの確かにあんまないよね。ない。うん、もうなんか手つないでるから不思議な気持ちになるね。気がついたら手つないだよね呼びいい、うん、ちゃん呼び派？呼び捨てより？え、後輩にってことですか？ちゃん呼び、うん、でもね、後輩入ってきますもんね、また。おー、3月ぐらいって書いてあったよね。そうなんですか？ホームページ、うん、多分3月か2月ぐらいに最終オーディションみたいな、ホームページのルーティーンみたいなのに、なんか今後の流れみたいなあー、あります、あります。そうに書いてあった、うん、どう、緊張する？ね、私人見知り激しいから。そうだね、うん、うん、緊張する。私2期生に最初、うん、話しかけるときお菓子あげて話しかけたんですよ、うん、何もなんかの人見知りちゃん、え、だから私なんかお菓子あげる人みたいなイメージだったらしくてうん、なんかキル、そう、なん誰にあげてたの？え、あの、うん、ミリタンとか、うんうんうん、ユキリカとか、うん、チョコとか、なんか、うん、ダンスレッスン、なんか、うん、自主練みたいなしてて、うん、その時に、うん、なんか話しかけたいけど、うん、無理だから、うん、お菓子にしようと思って、うんうん、お菓子だけどうぞって配る人みたいな。ウケる、絵付けってきてるよ。違うでもいい、絶対嬉しかったでしょ、お二人とかからしたら。でもちょっと変ですよね、うん、いきなりお菓子だけ置いてあ、お菓子だけ置いて去ったの、うん、なんかもう本当に渡して、うん、本当にどうぞそれみたいなえ、どうやって話しかけるんですか？え、どうやった、なんか私もなんか最初自分から全然いけんくて、うん、超も人見知りで、うん、そう、人見知り、人見知りだ。なんか大勢の仕事とかレッスンだと人見知りじゃけど、なんか2人とか3人とかの時は話せるんよ。そう激しく共感わかる。そうじゃけ、多分一番最初2人の仕事だったのが渡辺なっちゃんとチリパで一緒で、でその後あの岡山のさ2人でやるやつ、あー、もっと一緒、あ、そう、もう一緒だったの、うん、2回連続一周
間ぐらいで一緒で、うんうんうん、その時になっちゃんとは仲良くなったと体感では感じています。体感ではそう仲良くなりました。そうだね。とりあえずお尻を触ってみよう。それはありそう。うん、でも本当にあのお尻で深まる中って本当にあると思ってて、ほう。なんか、はい、さやかりんとかさ、うん、全然なんか普通に何の気もなく普通にお尻があったから触ったの。え、はい。そうさやかりんの。そんなまだ喋ったことない頃、喋ったことないけどお尻あったからさ。そうなの。え、はい。そうでさやかりんはなんか蝶の中でどちらかというとおとなしいイメージだったから、うん、何も言わず普通に無言ででかなと思ってたの。そしたらすごいやめてくださいみたいな。そう可愛い感じでリアクションが、何するんですかみたいな感じで、ですごいそこであの壁が一つなくなった気がする。ああじゃあ私も無言でお尻触りたいけど。いいと思うよ。そうそう意外と真面目というかなんか許してくれそうなのに意外と触らせてくれないのはさやかりんとあいこじ。そうなんだ。そうだよ、今度触ってみます。あいこじのお尻。そうしてください。そうなんだよ。で見る。ダメ。さこちゃん、さこちゃん、大丈夫ですか触っても。さこちゃんちょっと緊張するね。さこちゃんね、さこちゃんツイッターのイメージ。さこちゃん、うん、かわいい。本当になんか、うん、書く文章が特徴的じゃないですか。めっちゃ特徴的だし、ついつい、うん、なんかさ2期生フォローして一気に、うんうん、タイムラインが、うん、STU で溢れてて、うん、でもさこちゃんの文だけは一回止まって、わかる、ちゃんと読む。てかパッと見ですぐわかりません。あ、これさこちゃんだ、うん、みたいな。その処方すごいいいと思う。目につく、うん、目につく、めっちゃし、なんか気になって。コメント欄がさこちゃんの文章、さこちゃんのと、あとりねちゃん、あーなんかねむねむにゃんこみたいな、かわいい。ねむねむにゃんこ、そうなんか使ってるイメージで、あの二人のツイッターはなんかチェックしてしまう。そう、すごいかわいいな。文章が未だにうまく書けません。あの書けない1位2位だと思う、私は。ツイッターの文章ね。わかる。うん、本当に私たちはツイッターの文章が、おはようボットとこんばんはボット。最近よくやってる、こんばんは。そう、なんか最近は、うん、あの自撮りとか写真、うん、載せたい写真はあるんだけど、その写真に対しての言葉が特にないから、そうなんか言葉が思い浮かばんくて、うん、何日間か写真を寝かすとかよくあって、うん、でもそんなのやめにしたいと思って、もうでこんばんは、そう最近はこんばんはに頼ってる。うん、もうこんばんはやってるの千穂さんだけじゃないですか。そう、パイオニア。パイオニア開拓者来た。こんばんはの、こんな日本全国みんなが使ってる言葉ですけど。そう、でもマイキューのさ、おはようもさ、そんな徹底して毎日やってるのはさ、結構こんな続けてるのはマイキューじゃない？あー、でも意外と続いてる。え、めっちゃ続いてるの。いつぐらいから始めたの？多分もうすぐ4ヶ月、うん、いや、
何ヶ月になるんだろう、4ヶ月は経ってるくらいなんですかね。すごい、もうワンシーズンじゃん。確かに、うん、すごい。あれで絶対頑張れてる人はいるね。えそれだったら嬉しいそう、あれで一日を頑張れて、だからすごい、あんだけ写真が毎日もうないんですよマジで。えだよね、うん、私もこんばんは今でさえももうないから、昨日スタバの写真載せたんだけど、うん、もう当分載せる写真がない予定ですなんかいつか文字だけになるかもしれない、うん、おはよう、うん、おはようっていう文字だけに徐々になくなっていく、うんうん、